僕は子守唄っていうのを念頭に置いてこの曲を作曲して、でなおかつそのメロディーラインだけで言えば子供でも口ずさんだり弾いたりできるような、ドラマの中でも実はあのお母さんが、さくらのお母さんが、記憶の彼方でこう弾いてたっていうのがあるんですよ。でそのメロディーがそのベイビーとピアニストになってからあのアレンジされているっていうシチュエーションでもあるので、結構単純なメロディーで作るってことを最初から心がけました。時間が過ぎていくっていうことだと思うんですよ。人生って、生きるってそういうことだと思うんですよ。で、時間が過ぎていくっていうのは、まあ重たい言い方かもしれないですけど、やっぱり死んでいくわけなんですよね。いつかはっていうところが、目を背けてるかもしれないけど、どっかにやっぱ人間みんなあって、やっぱ自分の子供を見てて、結構こう、すごい無邪気に遊んでる姿とか見てると、逆にこう切なくなる時があって、ああこれからも、大変なこともあるんだろうなとか、結構ねこう失恋もするんだろうなとか、いろんな苦しいことあるぞって思いながら、それでも生きるってこんな美しいことだよみたいなことを言葉にするとかっこ悪いから、曲で表してるみたいな雰囲気がちょっとあったかもしれない。